ございます。ラースショウさん運転中怒ってる。それ怒るやろ。先輩すいませんでした。いやね、6時に来いっつってさ来たの6時40分だよ。しょうがない、寝坊しちゃった寝坊しちゃった。だけどそういうショウツさんもさ17分に着いたんでしょ。だから俺はこいついつも遅く来るから遅く来るの見越して俺はね15分頃に来たんですよ。さあそれ上回ってきたよね普通に。しょうがないじゃん。だからもう今度はもう設定時間の40分後に行くわ俺。そうやと結構ギリギリになるよ。知らねえよ。とりあえずギリギリ設定なんだ。6時40分40分に行くわ。でもさ8時30何分スタートだけど、大丈夫だな、大丈夫だ、それは大丈夫、大丈夫だ。もともとすごい早く着く予定だったのかね。なんか手抜き君に慣れすぎちゃって早すぎたね。そうだよ、6時って絶対早いよ。6時半でよかったんだね最初から。じゃあ結果もないっていうことね。もらいじゃねえよ、待たせんじゃねえぞ。すいませんでした先輩。先輩すいません、お許しを。はい、いいでしょ。はい、だから言えんの、言っていいの、言っていいの。ノー編集だよ。ピー入れるっすね。やった、ついに俺が化けの顔を剥がすことに成功したぞ。やったぜやったぜ。だってありのままをお届けするんでしょ。ショータイムゴルフロッカールーム、そうだよ、ありのままをお届けしなさいよちゃんと。イメージがね、ちゃんとお届けしなさいよ。超楽しい今日朝から。やったやっと言えるぜ。そう、本当にオクラだわ。オクラオクラはないよ。オクラはない。何がオクラだよ、ふざけんなよ。めっちゃなんかハイエースに煽られてるけど大丈夫。ハイエースに囲まれてるけど。ハイエース、ハイエース最低最低オクラだと思ってこの人どうでもよくなってる。オクラではございません。たまには炎上させろよ、サブちゃんなんだ関係ねえよ。お前が炎上しろよ。俺は炎上してるよいつも。炎上してる炎上してる。なるほどね、インフルエンザインフルエンザボーイズね俺ら。インフルエンザボーイズ、竹内照樹いるはずだったんだけどインフルエンザだって。ほんと辛いよね。インフルエンザ俺 41.1 度。俺40だった。マックス、マックス、マックス40度はいいですよ。40度平熱でしたよ僕。ほんとに死んでた。マジ41度を超えた時にはね、あの熱がないんじゃないかと思って。感覚がおかしくて普通に。だって朝仕事行ったもん俺。人に移しちゃう。普通に仕事行ってなんか顔色悪いから熱測りなよって言われて測ったら 41.1 だった。ああ。でもなんか、ね、何コメント、コメント、コメント、うるせえわマジうるせえ。コメント、これさ、二人で回ったらさ、伊藤君いらないわみたいなこと言われんで俺。うん、しょうがない、しょうがない。二人だとしょうがない。翔さんが喋んないと。全然お前が喋りすぎなんだよ。じゃあ俺今日静かにしとくよ。頼むよ。だからコースも聞かないで、君さらず。行ったことないけど。ゴルフも2週間ぶりだからね。週間ぶり以上か。でもさ、ミケルソン頑張ってるからな。まあ、12アンダーだっけ。ミケルソンすげえな。すげえな。ミケルソン俺好きなんだよね。で、フェオムカオスンって言えた？向こうで。言えない。言えないよね。フェオムカオスン。ケーって発音しないよね。するでしょ。しないよ。するよ。しないと思うよ。メカオスン、するよ。する？する。
最初のフィールが言えないんだよ。フィール。ルーク・ドナルド言える？ルーク・ドナルド、わかんない違うんだよね。ドナルドが難しいんだよ。ドナルドのイントネーション確か違うんだよ。ルーク・ドナルド、わかんねえな。違うな。いや、そう、そういうな。もうね、ショスさん、こういう人たちはしょうがないよ。肉体労働者だから。頑張って、うちのそういう業種だよ。みんな朝からこのくらいの時間からみんな頑張っていってるんだよ。兼用？いや、兼用じゃないですけど。兼用、兼用何？兼用 P だよ、 P。 兼用、兼用だと思う。スポンサー入ってないの？続いてるか、いっか。兼用、兼用総合建築業だよ。あ、そうなの。今日ついてない。兼用ついてる。あ、ついてた。兼用ね、総合建築業、まあ、解体メインですけどね。解体なの？ビル解体ですよ、ビル解体。おじいちゃんが、おじいちゃんが頑張ってる。頑張ってんの。70歳。右方向ジャンクションです。右方向ジャンクションです。おじいちゃん、なんか言われたん？え、言われたん？え、いろいろ YouTube 見てるみたいなんで。なんか、てか、ああいう世代のおじさんたちからするとこういうことでお金を稼いでることが許せないみたいですよ。あ、しょうがないよね。しょうがないよね、んなことだってね。お前らの時代と違うんだよ、ボケって感じ。ね、本当だね。あんまり言うとまた怒られそうだな。もうサブちゃんも見てんの？サブちゃんは知らない、聞いてないけど、あの人なんか知んないけどハイテクなんだよね、無駄に。あ、そうだ。なんか今テレビに YouTube ついてるじゃないですか。あれで見てるみたいな、家で。ショータイム。うん。なんかある日突然社員に教えてもらったらしいんだけど、俺が出てることは。そしたらハマって見るようになって、てるひくんと俺が所属なんで、お前ら下手を世界中に知らしめやがってみたいな。まあそうだね。で、あれは誰のチャンネルなんだと、元々が誰のチャンネルかも分からなくなってるぞみたいな。いろんな指摘を受けましてですね。まあ、でもショートさんがあのオープンチャンネルにしてくれたおかげで僕らのチャンネル特化してるよっていう話をしときました。だからサブチャンネルの登録者数を増やしてって早く。あ、登録者数はいいんだっけ。再生回数か、再生時間だろうな。時間が足りないんだって。それ時間短いからだよ、動画の。じゃあお前長くしたの作れんじゃん。だからノーカットで今8分30秒。あと10分ぐらい。ノーカットちょっと無理かな。あと10分ぐらい。てかさ、サブチャンネルはさ、俺らでも上げられるようにしてよ。無理だろ。あ、そのボンって上げちゃえばいいんだよ。何が？ノー編集なんだから、どうせ。そのままこの場でボンって上げればいいじゃん。上げてんじゃん、俺だから。え、いや、だからショースさんに渡すとオクラにされたり編集されたり。しねえよ、編集してないよ俺。じゃあこれこのまま出せよな。それはちょっと無理だ。マジで、これは無理。マジこのまま出せよこれ。絶対無理、絶対無理。なんで無理だ。アンチ増えちゃう、アンチが。誰の？俺の。ちょっとアンチ増えろ。ダメだよ。いいじゃん、アンチがいるってことはそれだけ認知されてるってことだよ。AKB の歌にもアンチって歌があるんですよ。あ、そう、知らない。嫌いだぜ、AKB。 出たよ、出た。俺好きだったけど、タカヒロはね、なんだっけ、フェアリーズ好きだったよ。あー、学生の時。タカヒロ、うん、タカヒロ。タカヒロ、帰った？あいつ、うん、もう帰ったんじゃない。タカヒロ、イケ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 高弘、イケイケ、イケイケパリピ、パリピ高弘、パリピゴリラ、パリピゴリラって。ひどいな、後輩の言い方。パリピ、マジパリピゴリラだよ。トレーニングオタクだよね。パリピゴリラ。もう俺とショートさんが喋って編集なし結構きついって。無理だよ、ほぼ無理だって。この先左からの合流があります、ご注意ください。とね、俺と
ショットさんに喋らせてる編集なしは無理だよ。飲むものないんすか。え、飲むものないんですか。ない。飲むかいらねえよ、お前遅刻してんだから。まあまあそう言わないでよ。ジャパンエアラインズ、ジャパンエア派ですか、オール日本派ですか。いや、どうしようかなと思って。どこ今年からさ、うん、まあ、お前どっちなの。僕、オール日本派です。そっちか。はい、じゃあ俺もおよそ3キロ、オール日本しようか。左方向、ジャンクションです。オール日本の方がなんだかんだポイント還元いいんですよね。あ、そうなの。はい、し、あとはアメリカンエクスプレスのポイントが ANA に移行できるっていうこと。この先、でもスターアライアンスメンバーになった方がいいんじゃないですか。いや、ワンワールドあんま使えない。ワンワールドね、あんまり使えないのよ。だよね。でもワンワールドのカードじゃなかったっけ、まあ、まあまあ、俺は JAL カードだ。そうだよね。なんで ANA がになるの。アメリカ行った時はユナイテッドだった。ああ、そういうことか。ユナイテッド派ね。そう。アメリカやらよりはユナイテッドの方が良かったな。あ、でも俺もアメリカ行ってた時はジャパンエアライン派。落ちてない。え、なんで。え、なんで。すげえ前でたまんじゃん。うん、たまる。ユナイテッドだって 100% たまんじゃん、安いチケットでも。たまるよ。だから ANA だと 50% しかたまんないで。いや、俺 ANA じゃなかったってだから。ああ、ジャパンエアライン。ジャパンエアラインだ。ジャパンエアラインないんだよ、飛行機あんま。シカゴ飛んでんじゃん。え、シカゴに飛んでるじゃん。直行便ないじゃん。直行便っていうかさ、俺田舎に行ったからさ。田舎に。ああ、大学の時。そう、ワンワールドなかったから。うん。ずっとユナイテッドだったけど。でもさ、そう考えるとさ、俺らってさ、ボンボン軍団だったよね。え？ボンなんだったよって話してた。いや、ボンボンでしょ。え、だって、ねえ。普通のエコノミーに座ってるやつ数えるぐらいしかいなかったよ、帰り。俺その数えるやつだって15人ぐらいで同じ便になって、右の右方向です。多分最低がプレミアム、あ、ショースさんがエコノミーにいたな。俺エコノミーエコノミーにいたわ。プレミアムエコノミー良かったね。しばらく道なりです。お前ってビジネスじゃない。俺ビジネス。年下のくせにうぜえなと思って。え、年下のくせにやべえなと思って。プレミアムエコノミーみんなで予約してたの。うん、みんなで並ぼうみたいな、うん、珍しくで、うん、ビジネスだったんだよね。マジで。うん、でそしたら機体が変わってプレミアムエコノミーシートがありませんみたいな。うん、それでエコノミークラスになりますっていうのに俺が切れて、うん、成田空港で、ああガン切りして ANA のデスク行って、ああうざけんなよてめえ、そっちの都合で変えといて何がエコノミークラスだこんな野郎。中学生で、中学生で高校1年ぐらいからガン切れかわして全員のパスポートとチケット持って行って、ああうざけんな、こっちは全員横並びで取ってんのにね、エコノミーになるってことは全員バラバラになるんでしょって、ああうざけんじゃねえこの野郎つって、いくら金払ってって思ってんの。お前俺らの渡航履歴調べれば分かるけど年に4回ずつ乗ってんだぞ全員つってふざけんなお前ら本当に。ああ散々言って、ああ文句言ったら全員ビジネスクラスに。マジですげえそんなことできんの。散々切れ倒してもうみんな嫌がってたけど、ああ俺が一人で切れて俺も伊藤君呼ぼうかなこれから。もうね、まあ、ざけんじゃねえぞ、この野郎って。よく考えろよって。全員並びビジネス。マジレイちゃんがえって顔してた。足りねえだよ。っていうのが一回と、ビジネスをみんなで取ってたのに、プレミアムエコノミーにさせたっていうのもあるよ。同じように。え、みんな横並びで取ってたんだけど、それも機体が変わって、席の番号が変わって、全員バラバラになったわけ。で、俺が切れて、ふざけんなと。予約の段階で並びで取ってたもんね。ああで、チェックインもみんな一緒にしてるのに、あの、最初のチェックインカウンターで、
してるのに、ゲートで変わったんですよ、機体が。で、それのせいでね、バラバラになるって、お前理屈が合ってねえだろうって。ああ、何わけなかんないこと言っちゃってんのっつって。ああ、別にその前みたいにクラス上げろって言ってるわけじゃないから。ああ、もうほんとあんた頭おかしいんじゃないのっつって変なおばちゃんにめっちゃ怒って、ちょ電話して確認するとかだから。ああ、おめえで判断できねえなら判断できねえやつがデス立ってんじゃねえこの野郎。ただのやからだったね当時。ヤンキーだもんね。ヤンキーだもんね。今もだよ。やばいな。しょうがない。それで怒って、ぶん殴すぎだろお前。でそしたら4人4人の2列で、うん、全員並びでプレミアムエコノミーになったっていうのがあった。ああ、プレミアムエコノミーシートでしか並びでご用意できませんでしたので、プレミアムエコノミーシートでご了承いただけますかって言われたら、ああいいですよ。最悪じゃん。絶対ビジネス乗りたかった人いるよ。だってプレミアムでもさ30万とかでしょ。かかる、かかる。往復長いよね。関係ねえもん。スターアライアンスメンバーのカード持ってたし当時。マジ？うん。スーパーフライヤーズ。それでお前ら本当ふざけんなよって覚えとけよマジでとか散々言って。うん。いいよ今すぐジャルに変えてやるからとか言って散々言ってたもん。LA の前で。誰がもう。親の顔が見てみたい本当に。親父もだいぶそういうの言っちゃってるからだいぶ怒るよ。だいたい親父海外行ってリレコンできないからだいたい切れてるもん。あ、そうなの。うん、親父が海外行くとマジめんどくさいよ。あのアメリカ行って無駄に喋れるようになったからなおのことめんどくさい。あの行くとだいたいご飯とか頼むじゃん。頼む時もビール、ビール、ビア、ビア。何回言うんだよみたいな。ビール。だいたいビア、ビア、ビール、ビア。なんて言うんだよ。ビールだよ。ビール。結局日本語使っちゃう。皿を持ちいときは皿、皿、なんて言うんだっけ、プレ、プレイ、プレイト。ちょっとね可愛くなる。言うと可愛いんだけど。そっから通じないともう日本語。そっからマジひどいよ本当。でもさ英語喋れないくせにアメリカとか来てたじゃないですか。一人で来た時もあったんですよ IJGA にね。そうすると俺が学校行ってる間だいたい一人でどっかのゴルフ場行って、なんか変な外人として回ってんだよ。嘘、そんなこといけんの。できる。ゴルフに子供はいらないとか。すげえ。じゃあ多分あの社交的なんじゃなくてゴルフが好きなの。だから別に干渉しないから、向こうのおじさんたちとゴルフしてても何言ってるか分かってなくても、ルールさえ分かってれば平気だみたいな。でゴルフやってるよ。だから無駄にね、なんていうの、レイクスの周りというか回ったことあるんだよ。あ、そうだ。イーグルスポイントとかクレッセントとか回ったことあるし、ポメトホールじゃなくてなんだっけ、あのハンプテンホールだっけ、あの奥のなんか高級住宅街あるじゃないですか。あそこも普段入れないじゃないですか。なのになんかしら普通に行って、普通にお金払って入って、ゴルフ場勝手に行ってお金払って回ってたみたいな。だいたいコース知ってるもん。すげえじゃん。お前、退学した時やなって言った。え？いや、退学した時はけなんか結果的には日本事務局から辞めますみたいな、なんかのをアメリカに出してるから退学じゃないんだよね。あ、そうなの。これ戻ろうと思えば戻れたんだけど、戻る気なかった。なんだろう、めんどくさかったから。もうちょっと疲れちゃったんだよね。あれノックダウンした時覚えてる。あ、覚えてる。サムでしょ。そう、サム。あれは違う、あれはジム G が俺のことを止めなければそんなにノックダウンされるほど殴られなかった。
マジで綺麗な右ストレート決まってたよね。知ってる。ジムジーに止められたせいで羽交い締めになってるところに右ストレート食らったから俺。マジ痛かった。軽く出身したよね。俺だって思いっきりディープル食らったもん。いやあれはね、ひどいって、ひどい殴られ方だよ。あのボクシングで言ったらレフリー止めてんのに殴ってんのと一緒だから、マジで。マジで面白かった。あれダメだと思うわ。こいつは中途半端な切り方する。いやお前がやれ。だからサブチャンネルダメなんだよ。終わらせろ早く。じゃあ今日はどこですか、ラウンド。気にさらずでラウンドします。はい、行ってきます。またバイバイ、次回の動画で。